千鳥のお二人です。バラエティ番組のほか CM にも相次いで出演し、今やこの二人を見ない日はないほど大ブレイクの1年となった千鳥。これまで着実にキャリアを積み重ねて、そのナチュラルな笑いによってお茶の間の人気者へと上り詰めた千鳥のお二人にコメディアン・オブ・ザ・イヤーをお送りします。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。GQ アワードという本当名誉ある、賞に選んでいただきまして誇りに思っております。本当我々はもうね、漫才とロケしかしてないわけでございまして、なんかそういう何ですか、お笑いの部門ができたというか、そういうのをこうちょっと認められていただいたような気がして、なんかこう嬉しい気持ちになりました。はい、またこの賞に恥じないように、お笑いやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、それでは続けてお願いします。ありがとうございます。なんやそのトーン。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。また後ほどお願いします。あ、いいですか。はい、ありがとうございました。すごいな、今度こそ内容ゼロやん。チャレンジしたいこと、目標何かありますか。どうですか。そうですね、もうこの坊主頭を20年近くやってまして、ちょっとそろそろ変えたいなと、来年あたりは。ガラッと変えてもいいんじゃないかなと思う。どんな感じに変える。松井秀喜さんみたいな。いや、松井秀喜さんの髪型注目するところじゃないよ。サラサラやん。野球のプレーやから。松井さんを髪型の人として見るなよ。あの人ホームランの人やねん。30年ぐらいサラサラやん。変わってないよ。あんな感じ。高校卒業。イメージ変えたいなと思って。いい、このままでいいです。すいません。千鳥のお二人から、はい、田中圭さんと竹内涼真さんに質問ということなんですが、うん、お二人のかっこよくない意外な一面を教えてくださいということです。はい、ちょっとかっこ悪いところ、まあワンエピソードでも実はこうっていうのを教えてくれたらありがたいなと思っております。ないことはないと思うんですよ。はい、そうですね、ちょっとハードル高いかもしれない。竹内さんからよろしいですか。かっこよくないところ自分が思う。はい、今ちょっと考えたんですけど、はい、ちょっと見つからない。やかましいよ。見つからない。すごい自信やな、おい。見つけ出す。なんかあるでしょう。ちょっと見つか。30代でいっぱいいっぱいあります。いっぱいあります。強めの水虫とかな、ね、い。実はそうなんですとか。いっぱいあります。なさそう。もう物なくすし。ああ、そうなんだ。忘れ物するし、よだれ も垂れ流しだし。よだれも垂れ流し。よく。やばいよ。すごい、ね。移動中に。こう、あ、寝ちゃってね。あ、口開けて寝ちゃって。衣装とか汚しちゃってこう怒られるんですけど。なるほどなるほど、そういう一面があると。田中さんは田中さんどうでしょうか。いや、僕もいや全然いっぱいあるんですけど、はいはい、恥ずかしいのが、あの必殺シリーズあるじゃないですか。はいはい、あれ必殺仕事に藤田誠さん、誠さん、はい、演じる中村ボンドっていうシーンがあるじゃないですか。はいはい、面白いですよね。僕ずっと中村ボンドだと思ってて、うん、なるほど。でもあんまりその仕事人の話することってあんまないじゃないですか。ない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 。なんか本当なんかその特別な時ぐらい。はい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 。で今年の頭ぐらいにその話してて、はい、俺がずっとボンドがさーって言ってるから、はいはい、何言ってんのお前って、はいはいはい、なって気づいたんです。なるほど。ボンドで喋っちゃうとな、ジェームズボンドか大木ボンドから来たんですよね。でもなんか全然やっぱいいよね。うん、かっこいいままやもん。まあまあまあ、もっとなんか風呂上がり玉金がされがる。なんやねんそれ。 GQ にフィットせえ。はい、聞いたことあるか、こんな白と黒のセットの前で玉金なら。お願いします、風呂上がりとんでもなくもう床つくんじゃねえかって言って。辻さんが怒ってます。すいません、そうですね、申し訳ない。あの GQ アワードで初めて玉金という言葉が出たと思います。間違いないと思います。失礼しました。ありがとうございました。